オーストラリアンテリアとは、オーストラリア原産のテリア犬種である。犬種名は、オーストラリアンテリアと表記されることもある。1860年代に、オーストラリアへ渡ってきた、初期の移民によって作られた。ヨークシャーテリア、ノーリッチテリア、ケア,アンテリア、スコティッシュテリア、ダンディ・ディンモントテリア、スカイテリア、アイリッシュテリアを複雑で綿密に計画された。 プログラムにのっ,とって荒廃させて作り出されたテリアで1870年代に完成した。なお、この頃はまだワーキングテリアの一種として認知されていた。オーストラリアンテリアは地中に潜って獲物を捕らえるだけでなく畑を荒らすのウサギや人にとっては有害な毒蛇を捕らえるのにも使われていた。本種が最も捕獲を得意とする獲物は毒蛇でジャンプ、ツイスト、 アタックの方法を用いて仕留める。1899年には、犬種クラブが結成され、不死への申請を目指して、スタンダードの制定が行われた。オーストラリアンテリアの名が与えられたのもこの時である。しかし、初めのうちは、純血犬種として認められず、ワーキングテリアのバリエーションである本種に、オーストラリアの名を冠するのを嫌がる人もいて避難、されていた時期もあった。だが、 民間では作業犬として非常に人気があったため絶滅は免れた。そして20世紀には本種がワーキングテリアでなく劣気とした純血の犬種となったということを認められるようになり、不死にも公認されることができた。原産地で人気の高い犬種の一つであるが、原産地外でもペット及び消毒としてだけでなく、作業犬としても人気が高い。日本では あまり著名な研修ではないが密かな人気があり、毎年国内登録が行われている。国内登録等数の順位は常に変動していて、近年の国内登録等数順位は2004年度が143位中101位、2007年度は144位中93位、2009年度は136位中132位であった。本詞をよく見ると、 後輩に使われた剣種を思い起こすことができる様子をしている。やや胴長短足気味の体型だが、ボディは筋肉質で引き締まっている。人間のウルフカットのようなヘアスタイルをしていることも本種の特徴の一つである。口ひげはなく、マズルは先が尖っている。クリッとした大きく丸い瞳を持ち、耳は元から立ち耳である。尾はタレ尾だが半分の長さに、 ダウンをすることもある。ラフなコートは硬く、毛色は、タンブルーが最も人気であるが、サンディやレッド、タンの単色の犬もいる。体高24.5から25.5センチメートル、体重5から6キログラムの小型犬で、性格は無邪気で陽気だが、警戒心が強く、元が作業犬であるため小動物を見ると狩猟本能が覚醒する。ただし、 オーストラリアンテリアから作られた、同国原産の愛顔用犬種、オーストラリアンシルキー、テリアと比べると性格面は、忍耐強く、シルキーテリアほど、攻撃的ではない犬種である。糖尿病にかかりやすい犬種である。スモールアニマルインターナルメディシンホースエディション、リチャード W ネルソンラチョ、モースビーエルザビア、P768 より、ありがとうございます。